やっと完成しました。本当に。いやー、よかったです。しかもかっこいいし。ちょっと、ビール飲もうかな。この瞬間がいいんですよね。ちょっと、完成させたっていう達成感と、このかっこいいモビルスーツを見ながら、ちょっとこれ飲むのがですね、まあ、唯一の楽しみって言ってもいいかもしれないですね。ちょっとこの格好まずいかもしれないですね。ちょっとこれは脱ごうかな。これ着てたら、ちょっと変な勘違いもあると思うので。もしこの動画夜見てて、飲める状況、今飲んでる方とかいらっしゃったら、一緒に、じゃあ、乾杯。うまい。ああ、うまい。うまい。チータラ好きなんですよね。お好きなチータラを食べながら、でちょうどこのドカティとサザビーが色がちょうど同じような色でいいですね。非常に合いますね。ちょっとドカティをちょっとかな。やっぱこのゴールドにのワンポイントが効いてますね。まあ、黒と赤は結構かっこよくなるのは分かってたんですけども、ここにやっぱゴールド入るのはいいですね。黄色よりも僕は気に入ってますね。後ろのこの感じが好きなんですよね。まあ、残念ながら後ろ側なんですけども、実はここが今回の制作でこの後ろの部分が一番うまくいったところかもしれないですね。まあ、あとこう、ファンネルもこういうのが飛び出していってる、ファンネルの形状もこうやって再現されてるので、こういうのもいいですよね。あと6個あります。やっぱいいわ。いいですね。こんな感じです。これどうかな。こう置いて飲もうかな。このね、このシールドも、ここも苦労したんですよね。このデカールも、まあ、こっちのデカールはちょっとね、失敗だったんですけどね。ちょっとガタガタになってますよね。ちょっとかなりガタガタになってますよね。こっちはまだ遠目じゃね、まだいいんですけどね。こっちのシールドの方は、一応ね、正面の方は遠目でもなんか分かっちゃうんですよね。ちょっとガタガタ感、まあ、しょうがないですよ。あ、で、あと、懐かしのビックリマンを見に行ったら置いてあったんで買ってきました。こっち何でしたっけ？ネロマシンとかでしたっけ？ちょうど僕ビックリマン世代だったんで、たまに買っちゃうんですよね。まあ、なんか、普通に、悪魔でした。なんか、魔食って書いてあります。このお菓子結構好きなんで、よいしょ。僕は子供の頃は、もう、ビックリマン、すごい勢いで流行ってたので、うまい。昔と全然味変わんないですもんね、びっくりマンは。後ろ見ようかな。お気に入りやっぱ後ろですね、この。まあ、かっこいいのは多分前からなんですけども、自分がこの辺うまくできた箇所なんで、この辺見ながら飲むのもいいですね。まあ、一応候補が今のところ2つあるんですよね。
まあ144分の1はもうあのこっちのこのフルアーマーガンダムとサザビーっていう風に、サザビーはちょっとあのそれでも大きなもの見るスーツなんですけども、まあ、144分の1は2個続けて作ったので、今度はまあマスターグレードに行くか、あとはねリアルグレードもちょっと作りたいのがあるんですよね。ちょっとどっちにしようか迷ってるんですけども、まあどっち作るにしてもあの今度はですね艶消しであの作ることになるとなるので、このウェザリングマスターをもうガンガン使って今度は作りたいですね。今回これほとんど使わなかったので、このウェザリングマスターを、これでもかっていうぐらい使える、ガンプラを作りたいなと今思ってます。うん、いやいいな。うん、で今回このサザビーで、まあ、一番時間かかったところは全然機体としては目立ってないんですけども、このやっぱり、腕のパーツですね、腕のところを作るのが一番時間かかりましたね。あのすごくパーツが多かったんですよね、まあ、肩もすごくパーツ、ここで2つ3つ4つ5つでバーニアがあってで腕があってっていう状態なんで、まあ、何気に腕が一番、パーツが多くて大変でしたね。で足とかは本当にあのもう大きなパーツで構成されてるのでもうサクッとできるんですよね。あとやっぱ物合いがね、物合いがちょっとちっちゃいのでこれでもやっぱ見えないですよね、なかなか見えづらいですね。見えてるかな、見えてるかな、物合いがちょっとちっちゃいので、もしあの作られる方いらっしゃったら、あの付属のデカールじゃなくてちょっとなんか光沢がある緑っぽいやつとかが100円ショップとかでのシールのコーナーとかでそれに近いのとかがあったらそれを貼るといいかもしれないですね。ちょっと普通の緑じゃ、目を凝らしてみないと、ちょっとこうなんか下からこう眺める感じにしないと物合いがちょっと見えづらいので、あとは後ろのパーツですね。僕はあのこのまあ、こことここなんですよ、後ろのパーツでちょっとっていうところは、まあ、これは今カラースプレーで塗装したのでのゴールドにこの辺なってますけども、あの普通に作るとこれ真っ赤なパーツになってしまうんですよね。色分けがないですし、あのパーツも分かれてないので、まあ、そこを、まあ、筆塗りでちょろっと塗ってみるのか、あとはあのガンダムマーカーのゴールドとかもあると思うので、そういうのでやった方があのどうしても大きなパーツなので、あの真っ赤だとこうちょっと大味な作りになってしまう可能性もあるので、ここはなんか色変えた方がいいなと思いますね。本当はねパーツが分かれてたらいいんですけどね、そしたらもう塗装せずに素組みでやる人も結構満足いく感じになると思うんですけどね。このね肩のこのパーツとかは分かれてるので、こうですね、この肩のこれも、まあ、カラースプレーで塗ってますけども、基本的には別のパーツなので塗るのも簡単ですね。もう切り出してあのそれだけカラースプレーでピッて塗るだけだったので、こういうマスキングとかする必要ないからですね。で後ろもそういう風に作ってくれたらよかったんですけども、後ろはもう一体型なんですね。とりあえず全部飲んじゃいました。次はまあそうですね、マスターグレードになるのかリアルグレードになるのかちょっとまだ決めてはないですけども、また次も制作動画を上げていきたいと思います。動画を、見ていただいた方本当にありがとうございました。